そうて。それ。やっ、は、ん、た、せ、それ。は、それ。 潔白を証明するときだ。てい。は、は。影を撃つ。助太刀参上。お前にやろう。いや、おとなしくしな。渚のリン。<笑>蒼天。 後輩にとってはわしも伝説の人物と言えるんじゃぞ。妙論派の教材にもわしの経歴が載ってるほどじゃ。じゃが、皆伝説の人物が自分の生活に現れるのにあまり慣れておらぬようじゃな。誰もわしの講義を選択せんし、論文テーマに注目するものも一切おらん。研究経費もなかなかもらえぬ。もし一時代前の先輩が目の前にいたら、 わしなら、とっくにお茶を用意したり、肩や背中を叩いたりして、あれこれ聞こうとするじゃろう。ふん。そんな好奇心が強くて、物分かりの良い学生は、この時代にはおらんのかのう。戦いの途中で休む機会が与えられるなんて、私にとっては珍しいことだ。そんな習慣はないからな。だが、 あなたのペースに合わせるとしよう。今回は私の単独行動ではない。何はともあれ、ここは休憩所として申し分ない場所だ。
休憩中、たまに私が綿棒を外すのを見かけるかもしれないが、驚かないでくれ。ただ新鮮な空気を吸っているだけだ。ここは暇すぎる。こんなところに長く居続けていると気が抜けてしまうような気がするよ。深呼吸でもするか。別に急かしたかったわけじゃない。準備ができるまで待つから急がないでくれ。小さい頃、母がよく寝る前に物語を読んでくれたんだ。あの頃俺は、この世界では誰もが物語のように平和で幸せな生活を送れると思ってた。で、後になってやっと気づいたんだ。社会に出ると様々な困難に立ち向かわないといけないってことにね。俺にできることはただ、自分の忠義を貫いて最善を尽くすことだけだ。今にして思えば、物語っていうのはたとえ作り事でも子供を甘く幸せな眠りに導くだけで十分だったんだな。止まってくれ。
と前。せい。や。身の程を知れ。属性を見下ろさん。これで。と。やった。せい。はと。せい。お前にやろう。受け取れ。これで君ごとき。僕を直視する気か。その程度か。風よ、せい。と。もう慣れた。背を見下ろせる。せいだ。へい。せいは。と死にた。霊をわくまえる虫けらが天へと舞い。だ。これで。とだ。邪魔をするな。ふっふっ属性を見下ろし遅いもっと泣きわめけよっ風よやっはっ役場だやっふっせいふっはっだ属性を見下ろせんやっ笑える。他に話したいことなんてない。なんだい、その表情。初対面でもあるまいし。話したいことがあるなら。秘境の奥まで入るのは大きな挑戦になりそう。私はアシスタントだから、事前に用意されたプランをミスなく実行するのが得意。あなたの演出プランは決まった？秘境の奥、私はアシス、あなたの絵。休憩中、たま、ここは暇すぎる。こんなところに長く居続けていると。気が抜けてしまう。別に急かしたかった。
絶対に足は引っ張らない。できるか。食材は全部持ったよ。目の前の敵がみんな美味しそうな食材だって考えるの。柔らかくて香ばしくて美味しい料理がすぐそこにあると思えば、武器を振る手にも力がみなぎってこない？え？想像しづらい？それは盲点だったな。程度の低い相手ばかりだ。君がもてなしてやるといい。だが油断はしないように。くれぐれも警戒を怠らないでくれたまえ。仲間のことに気を配り守るような習慣を私は持ち合わせていないのでね。手に負えない相手に遭遇したらすぐ下がるといい。そういうのは私に任せてくれ。ずっと前から親父たちみたいに冒険の旅に出て、旅の中でゆっくり年を取っていきたいと思っていた。不運が山ほど待ち受けてるだろうってことは分かってる。油断すると年を取っていくことすら叶わなくなるだろうな。それでも俺は出発することにした。冒険は俺の一番好きなことだからな。ここではきっと物語はとても大切な存在。そう思わない？私の記憶では大半の物語は大人たちが作り上げた嘘よ。でも私はいつもおとなしく最後まで聞くの。察しのいい子供は好かれないから。行こう。時間は有限よ。はいはい、呼んだ？
へと前、身の程を知れ。と、はっ、いや、俺が守るよ、炎の盾。属性を見下ろす。その程度。せっ、や、火に気をつけろ。や、天へと舞う。図が高いぞ。せっ、と、や、せっ、と、属性を見下ろせ。風よ、タッ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 、遅い。だ、と、だ、そうや。小児の炎。だ、風よ。や、と。気をつけろ、属性を見下ろせ。罪の報いか。循環進む、よっしゃ、付け出し参上。わしに手を出すつもりか。やっ、せっ、やっ、
せ。それせ。やっと後悔しても遅いぞ。火に気をつけろ。五次の炎天へと舞い身の程を知れ。ついてこいなんて言ってないよ。とやっせっやっイランバシューキふっ風よはっせっ死にたいようで。遅いとついてせいやふったきと行こう。
遠出の前に私はいつもハウスオブハースの子供たちに宿題をいくつか残す。私が家を離れた後、多くの子供はあの子たちはうまく水と食料を持ってきたんだ。後で肉でも焼こう。ん？ここは安全だからそんな用意しなくていいのにって。そんなの知ってるよ。だからこそここでピクニックをしようと思ったんだ。戦闘も大事だけど、それより先に一休みした方がいいと思うよ。これまで私は何かをやると決めたらすぐに実行し、一刻も早く終わらせるべきだとずっと思っていたわ。けれど一緒に仕事をしていた人たちが3ヶ月も経たずに次々と辞めていったの。頻繁に人を変えることで仕事の効率は下がる一方だったわ。それで少しずつ分かってきたの。適度に休憩を取った方が長い目で見るとかえって効率が上がるってね。昔ね、目が覚めたらウサギ伯爵がおしゃべりできるようになってたらいいなって想像してたんだ。まるでフィッシュルとオズみたいにね。もし意思疎通ができれば、ただ一緒に冒険するだけじゃなくて、必要な時は別行動もできるでしょ。でも言葉が通じなくたってウサギ伯爵にはとっくにたくさん助けられてるんだよね。最高の偵察騎士になるためにはやっぱり自分をもっと鍛えなくちゃ。守るよ。真理は循環する。せい、属性を見下ろさ。風が今年やっ、はっ、へい、はっ、はっ、もっと泣きわめて、やっ、後悔して、それだ、風よ。取るに足らない。はっ、全て無駄。
へと前姿改造火に気をつけろ俺が守るよ真理は礼儀を知らんぞ属性を見下ろさん身の程を知れやっ後悔しても遅いぞそれその程度かわしに手を出すつもりかヴィランパシューにそれか炎の盾風よ君ごとき僕を直視するかビヨットほいやゴジの炎守るよ。ほい、すい。ほい、すい。ほい。ミュート。すい。すい。よ。お前にやろう
王の技を喰らいなさい。後悔しても遅いぞ。せっせっやったっせっせっせっ天へと舞い君ごとき僕を直視。今に見ておれ、真理は循環する。助け出しさんやっ風よ、風が今年いや、はっ、証明する時だ。ドン。フッ、影を撃つ。で、それ。だ、邪悪を狩り撃つ。丸3日間かけて魔鳥を捕まえた話。
今でもその羽を腰につけてるんだよ。長い戦いの末、敵に勝つあの感覚、まるでものすごくお腹が空いてる時に美味しい獣肉にありつけたみたいで最高なんだ。だから絶対簡単に諦めないでね。敵がどんどん強くなっているようね。でも悪いことばかりじゃないわ。波風の立たない環境にいても判断力と実行力が鈍っていくだけ。それ以上の経験は得られない。今日こそ私と手を取り合って思いっきりやってみましょう。次の戦いが始まるまで私はここで少し読書をしていよう。新聞の類は進めないでくれ。だが ちょうど時間ができたんだ。座って昔話でもしないか。ほら、飲み物も持ってきてやったぞ。秘境の奥のことなら私がいるから絶対に大丈夫だ。あれこれ心配しなくていいよ。天気のいい日はゆっくり寝て、嵐が来たら立ち向かう。これこそ気持ちのいい人生さ。と、みんながそばにいてくれれば。と、ふん、さ、やった、さ、と、や、ふった、と、続きと行こう。や、貫こう。と、は、た、ふ、は、や、や。悪くない攻撃だ。やっはっ、却下。どうはしない。知恵の頂点よ。お互い一歩少し遅れたって。燃えろ。貫こう。はっ、ふっ、
全力攻撃だ。続きと行こう。キャッツ。今は他にやることってないよね。よし、じゃあ僕はここでしばらくくつろいでおこうかな。君も一緒にどう？いい感じの部屋だね。
うちの仲間たちが子供を連れてきてたら、きっとかくれんぼをしてたよ。こんなに広くて不思議な空間なわけだし、いろんな物語が隠されてるんだろうな。未来を切り開くにあたって、むやみに先人の経験に頼るべきじゃないけど、古書に書かれた知識は今の時代に通じることが多い。いわゆる恩子自身ってところね。最近何か決断を下す前には古書を読んで参考にしているわ。すると思いがけない案がひらめ